これより八王子市の海外友好交流都市である台湾高雄市より派遣されたパフォーマンス団に演技を披露していただきます。八王子市では台湾高雄市、中国台安市、韓国四分市、ドイツプリーゼンチプリーゼンシーの4つの都市と友好交流協定を結んでおり、さまざまな市民交流を行っています。本日は高雄市政府副市長をはじめとする高雄市政府訪問団の皆様にこの会場へお越しいただいております。誠にありがとうございます。欢迎台湾高雄市副市长率领的高雄市政府访问台来现场观赏助威，感谢大家的来访。こちらにスタンバイをしているパフォーマンス団は台湾高雄市中華芸術学校の皆さんです。昨年の八王子祭りに続き、今年も高雄市中華芸術学校の皆さんがパフォーマンスを披露します。高雄市中華芸術学校は1950年に創立、美術、音楽、舞踊などさまざまな専門芸術の学科を有する総合芸術学校です。多様な芸術表現は国内、海外からも高い評価を受けており、台湾の芸術教育のモデル校となっています。本日は台湾学生舞踊コンクールで17年連続の優勝を誇る中華芸術学校舞踊学科の高校生12名で結成された影創意民族舞踊団がパフォーマンスを披露します。今回の演出は民族舞踊をベースとし、武道やモダンダンスなどの要素を取り入れています。台湾独自の民族文化や音楽の迫力をぜひお楽しみください。それでは会場の皆様の大きな拍手を合図に始めさせていただきます。皆様大きな拍手とご声援をお願いします。you
と高雄市中華芸術学校影絵創意民族舞踊団の皆さん、大変素晴らしい演技をありがとうございました。今回はこれで終了となりますが、本日18時からまたこちらの会場で演技を行います。ぜひお越しください。それでは最後に迫力ある演技を披露していただいた高雄市中華芸術学校影絵創意民族舞踊団の皆さんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。本日はお暑い中お観覧いただきまして誠にありがとうございました。熱中症には十分気をつけていただき、引き続き八王子祭りをお楽しみください。